はい、無事にキャンプ地に到着しました。ちょっと今日は天気がどんよりしてます。今ね3時半なんで、もう11月も下旬で日も短いので、とりあえずささっと設営やっていきます。久しぶりに車中泊キャンプなんですけども、荷物はこんな感じです。ソロキャンプなんで適当にボックスを並べてるだけなんですけど、スペースは十分余裕ありますね。こちらに椅子とテーブルとまとめて載せてます。先月はね自転車で軽装備のキャンプだったんですけど、それに比べるとねすごく荷物が多いんですけど、それでもねやっぱりエブリィの荷室はだいぶ余裕があります。カーサイドタープ設営完了しました。今日は以前紹介したこちらのアカスームのポリコットン製のタープです。ポリコットン製ということなので、今日の夜はねこのタープの下で焚き火をやろうと思います。天気予報では明日の朝方少し雨が降りそうなので、こちらの端の方を少し下げて雨よけになるようにしてます。で、こちらのねDOD のタープポールなんですけども、これもいつもだともう一段高くしてるんですけども、30センチほど低く張ってます。もし雨が降ってもね、タープポールちょっと下げてるので、雨がこういう風に流れてくれればいいかなと思ってます。この屋根から横にかけてはタープ張ってるんですけども、このサイドがね、車両の横前後に風が抜けるので、これも少し塞いでみようと思います。こんな感じでね、ストレッチコードを四隅につけてグリーンシートの方を貼りました。車体側は、このキャプテンスタックのカージョイントに取り付けて、反対側はねポールの先端、そして地面も2箇所、ストレッチコードでペグダウンしてます。ストレッチコードを使っているので、こちらの正面からね、風が吹いても多少伸び縮みして風をいなしてくれると思います。あとまあね、横から吹き込んでくる雨なんかも防いでくれるので、カーサイドタープの弱点をこれでカバーします。こんな感じですね。こちらのアカスームのタープと、グリーンシート、まあ似たようなグリーンのカラーなので、それほど違和感もないですかね。こうやってタープ下に入ってみても、まあ、上はもちろんなんですけども、サイドもこんな感じでね、ある程度雨風しのげるようにしてます。カーサイドタープなので設営もすごく簡単でした。セッティング完了しましたので、さっとサイト紹介します。タープはですね、こちらのアカスームのポリコットン製のタープで、夜はこの下で焚き火をやろうと思ってます。そしてタープ下はこんな感じで椅子とテーブルを配置してます。テーブルは焚き火テーブル、ユニフレームですね。あとはショーズの焚き火調理台に、こちらタフマルジュニアを持ってきました。そしてですね、久しぶりにこのダッチオーブンを使ってね、今日は夜ご飯作りたいと思います。そして椅子はですね、ビジョンピークスの折りたたみチェアです。あとはもう今日は荷物割と少ないので、このユニフレームのフィールドラックに、クーラーバッグと食料を入れたこちらのバスケットを置いてます。風よけ雨よけのグリーンシートを貼ってます。はい。そしてエブリィの車内がこんな感じですね。フロントはプライバシーシェードを貼ってます。そしてリアは、最近ね車中泊用にプラダンを使ってシェードを自作しました。後部席側と、あとはこの荷室のサイドガラスのところにもプラダンのシェードを貼ってます。
ちょっとね暗いんですけども、マットはアキレスの六つ折りマットレス、そしてサーマレストのピローといつもの組み合わせです。夏場はコットを使って外で寝ることがずっと続いてたので、車内でねこうやって車中泊するのは久しぶりですね。アキレスのマットレスは座り心地も寝心地もいいので、また夜にね車内で過ごすのも楽しみですね。はい、ですね、後ろから見たら車内はこういう感じです。荷物はね外に出しているので、中はねすごく広々しています。そしてカーサイドタープを展開しているので、その下で食事をしたり焚き火をしたりゆっくり過ごそうと思います。時間がねもう5時を過ぎて日も暮れてきました。とりあえず、さっとつまめるお菓子を食べながらおビールの方をいただきたいと思います。よいしょ、久しぶりのキャンプに乾杯。うん、うまい。でお菓子をいただきます。今日はね夜ちゃんとダッチオーブンで調理しようと思っているので、軽く一杯飲んだら準備していきます。まあでも今日はねゆっくりキャンプすることが目的なので、慣れない料理も楽しみたいと思います。それではねぼちぼち晩飯を作っていきます。今日はね、このダッチオーブンを使った、キーマカレー、これにチャレンジしてみます。なるべく手間をかけずに、水も省略したねこちらのダッチオーブンを使った無水キーマカレーですね。こちらのダッチオーブンは、村の鍛冶屋のステンレスダッチオーブン、サイズが6インチです。かなり小ぶりなんですけど、保管に困りませんし、一人分を調理するのにはちょうどいいかなと思ってこちらを買いました。まあ、今までね何度か使っているんですけれども、あまり出番がないので、今回このダッチオーブンを使いたいがためにキーマカレーを選びました。あ、そうそう、そしてねキーマカレーなので、ご飯も炊こうと思って、久しぶりにこちらのねメスティンでご飯も炊いていきます。とにかく細かく切っていきましょう。みじん切りのイメージがこういうこんな感じだったのかな。レシピを見たら1個丸々って書いてたので、全部みじん切りにやってみたんですけど、すごく大量です。本当にこれでいいのでしょうか。早くもね不安なんですけど、今度はこの玉ねぎと、ひき肉も買ってきたので、それを炒めます。牛豚の合いびき粗びきミンチですね。はい、玉ねぎと一緒に炒めていきます。ちょっとねその間に米もねそろそろ炊いとかないといけないですね。米は、こちらの S ビットと固形燃料を使ったね自動炊飯でいきます。もうね十分米は水に浸しているので、よし、これでほっときましょうか。豪快に行きましょう。はい、玉ねぎも入れましょう。玉ねぎも、おお、うわー、これ大丈夫か。ちょっとねここにまだトマトの缶詰入れる予定なんですけど、玉ねぎがむちゃくちゃ多いっすわ。ちょっと余った玉ねぎは持ち帰りして、とりあえずこの玉ねぎと豚を炒めていきます。火が通ってきたんで、そろそろトマト投入しましょうか。これねカットトマト、これを入れるんですけど大丈夫でしょうかね。入った、おー、いけましたね。ジャストちゃいますのん、これ焦げつかないように弱火で煮込みます。よし、20分ぐらい煮込んだのでルーの方を投入していきますわ。
よいしょ。ほい。ほい。まあちょっとこれでルーを溶かして、仕上げの煮込み、やりましょう。量はね、本当にちょうどギリギリって感じですね。これ以上多かったら吹きこぼれてしまいそうな量です。でもこうやって混ぜてたらね、なんかキーマカレーっぽくなってきましたよ。時間がですね6時半、晩飯もようやく出来上がりました。ちょっとね、米の方から見ていきましょう。メスティン、よいしょ。おお、これはねバッチリですね。さすがメスティン、ほったらかしでうまく炊けます。そしてこちらが問題のキーマカレーですけれども、どうでしょう。よいしょ。おっ、よし、すごい、ちゃんとできてます。さて、お味の方はいかがでしょうか。早速ね、よそって食べていきましょうか。よっしゃ、キーマカレーオンドライス。よし、ドーン、豪快にいったろ。できましたよ、うまそう、見た目は。ね、これ買ってきたお惣菜のポテサラと、こちら、ダッチオーブンで作ったキーマカレーでございます。そしてビールもいただきましょう。いただきます。うまい。よし、早速カレーやな、これは。キーマカレーいただきます。どうでしょうか。うん、うまっ。これはうまい、食べ応えがありますね。本当にキーマカレーって感じで、ひき肉もたっぷりで美味しいです。うん、うまっ。ダッチオーブンの効果かはわからないんですけど、やっぱりね、自分で作ってこうやって外で食う飯は最高ですね。時間は8時を回って、ただいまの気温が12度と、結構ね冷え込んできたので焚き火をやってます。もう11月も下旬で、今日はねじっくりゆっくりと焚き火をやろうと思って、焚き火リフレクターの方も持ってきました。あまり薪を持ってきていないのでゆっくり焚き火やるんですけど、やっぱりリフレクターがあるとかなりこちら側あったかいです。焚き火対応のポリコットンタープを使っているので、このタープの真下でこうして焚き火をしてます。今少しねカーサイドタープから離れてみたんですけど、やっぱりね向こうから風が吹いてきて結構冷えますね。でもね、こちらのこのタープ下は、今日は車もありますしね、奥にグリーンシートも張ってますので、かなりね風よけもできますし、まあほどほどの開放感もありながら焚き火で暖を取れてます。このスペースでねゆっくりとお酒を飲んで過ごしたいと思います。だいぶ気温も下がってきたので、こうやって焚き火の暖をとってお酒を飲むっていうのも気持ちがいいですね。もう少し寒くなってきたら、またカーサイドシェルターでね、シェルター内にこもってストーブで暖かく過ごすのも良さそうですね。はい、時間がですね、10時45分、11時前になりましたので、車内の方に入ってきました。今日はこちらの車内で寝るので、まあ、雨風はもちろんしのげますし、厚手のシュラフと、こちらのアキレスのマットレスがあればかなり快適に寝れます。そして、こちらのね、食料はまあもう車内の中に持ってきたんですけど、こちらのダッチオーブンはステンレス製なので、まだ中にね、カレー残ってるんですけど、まあ、このまま置いとけば明日また朝、パンと一緒に食べようかなと思ってます。
値段的にはこのステンレスのダッチオーブンは高いんですけど、今回のように作りすぎても置いておけるっていうメリットは大きいですね。それではね、そろそろ休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。時間がですね、今6時を過ぎたところなんですけど、昨日の夜からね、雨が降ってきまして、今外は風もめちゃくちゃ強いです。車中泊なので、車内の方はですね、雨風をしのげて快適には眠れました。ちょっとね、外の荷物片付けるのは、めんどくさいですね。ああ、雨は止んでますね。雨は止んでますけど、うわ、タープが水溜まってますな。なるほど。ちょっとね、風がめちゃくちゃ強いですわ。こうやってカーサイドタープの外に出てくると、風がね、すごく強いですね。タープの下はあまり濡れてないのがわかりますね。そして、こちらのね、タープの下に入ると、風がね、すごくマシですね。まあ、車体とこちらの風よけのグリーンシートで、だいぶ風を防げているようです。カーサイドシェルターほど雨風は防げないんですけど、やっぱりその分ね、開放感もあるので、これはこれでいいですね。夜中ね、パラパラ言うてきた時はもうちょっと、ああ、もう明日雨かなと思ったんですけど、なんとかね、今雨止んでくれてるんで、その間に飯食って、ささっと撤収しましょうか。そして朝飯なんですけど、こちら食パンに、昨日のキーマカレーの残りをね、挟んで、このユニフレームのマルチロースターで焼いていこうと思います。ね、ホットサンドメーカー持ってきてたらよかったんですけどね。ちょっとそこまで考えてなかったですね。まあ、キーマカレーのね、ホットサンドできたんで、早速いただきます。美味しい。カレーパンですね。昨日のカレーの残りをパンに挟むだけなので、すごく簡単で、美味しいです。アカスームのポリコットン製のタープなんですけど、結構雨降ってね、昨日この辺にちょっと水溜まったりもしてたんですけど、タープ下に漏れてくるっていうことはなかったです。割とね、雨降ってたんですけど、耐水性はしっかりしてますね。こちらのタープはね、本当にカーサイドタープにおすすめです。撤収も完了しました。カーサイドタープは撤収もすごい楽なんで、まだ時間がね、朝の9時前ということで、帰ってから片付けしてゆっくりしようと思います。はい、今回はカーサイドタープで久しぶりに車中泊をやりました。夜中から明け方にかけて雨降ったんですけど、グリーンシートで雨対策していたので大して濡れることもありませんでした。雨が降らない時でも風を防げるので、タープ下で焚き火をすればある程度寒い時期でも開放的に過ごせるのかなと思いました。久しぶりにダッジオーブンを使ってキーマカレー作りもなかなか面白かったです。またね、これから寒くなってきたら、小川のカーサイドシェルターでストーブなどの暖房器具を使ったり、鍋料理などで暖かく過ごす冬キャンプも楽しみたいと思います。あとは引き続きエブリィのカスタムパーツなどもご紹介していきますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。アナログアウトドアでした。さようなら。